今日20日からは二十四節気穀雨が始まります。穀雨は春のシーズン最後の節気です。この時期に降る雨は田畑を潤し穀物を成長させると言われています。潤った田畑は種まきに最適になり、姿を現した新芽たちは恵みの雨によってすくすくと成長していきます。この時期から少しずつ降水量も増えると言われています。さて春にはどんな雨が降るのでしょうか。見ていきましょう。雨には様々な名前があるんです。まずは百穀春雨。穀雨の由来になっており、百穀を潤す春の恵みの雨のことを指します。そして春しぐれ、降ったり止んだりする小雨のことをしぐれと言います。つまり春しぐれは今の時期に降る通り雨のようなものを表します。ちなみに桜が咲いている季節に降るしぐれは花しぐれという可愛らしい名前がついています。さらに春秋雨、秋雨は急にどっと降り出す、いわばにわか雨のこと。断続的に降る雨ではないですが、いきなり強まったりするため注意が必要な雨です。そして菜種梅雨、前線が停滞しやすい季節の変わり目、3月から4月頃に降る長雨のことです。菜の花が咲く季節に重なるためこのような名がついたと言われています。最後は菜花雨、ぷっくりと膨らんだつぼみたちに語りかけるように花の開花を促す雨です。最後にこちら、あ、これは美味しい春雨のリポートでしたね。雨の名前に春や花がつくと風情を感じられますね。